セラ TV のぶでーす。ミキティでーす。ハッセラ TV いやーおー揃った。ということでここはどこだ。どこだということで今日は大森駅行ってますね。大森駅、初大森駅、初私は仕事でよく来てますね。はい、その辺のホテルに呼ばれて。都会やね。でもいい街っすよ。うん、結構そういっぱい開けてるし、うん、お店食べ飲み歩きいっぱいできる、うんうんうん、楽しそう。そう、うん、ということで今日は、はい、うん、最初聞いた時品川って書いてあったから品川駅なのかな。そう、私も行こうとしてた。品川行こうとしたでしょ。止められて。品川じゃないよと。危なかった。大森はなんで品川と大田区に囲まれてんだみたいなね。なんか多分どっかに境があるんだと。あーねー、うん、ということで来てます、はい、ということで、うん、ここはうん、ええ匂いがする。ええ匂いがする今日はすごい人とちょっとね、はい、ご紹介します。はい、楽しみ。はい、じゃあ、はい、去年のねスイスのね、はい、うん、ね世界大会、タイマッサージ世界大会、あれですよ、この前出ていただいたヤンさんの、はい、ヤンさんは日本大会で確か1位取ったのかな、はいはいはい、で世界大会スイス、で、あの時になんかちょっとちらっと聞いた話によると、うん、1位から何位までが世界大会行けるけど、日本のレベルが高すぎる、高いので、10位ぐらいまでは来れる人は来ていいみたいな話、はいはいはい。その中で入って、行って、うん、実際行って。実際行って、あっちで銀メダリスト。銀メダリスト。すごい。すごいよね。予選があって上がってるからね。世界から集まってるからすごいよね。実力派ですね。実力派ですよ。うん、はい、まあ、ちょっとインスタとかもちょっと概要欄に載っとるので、うん、ちょっとびっくりしますよ。うん、もうアートです、アート。うん、アートスティックっていうのは何時なんだ。ごめんなさい、ごめんなさい。なんだそのスティック。なんだそのスティック。まあ、すごいですね。ちょっとじゃあご紹介しますね。うん、はい、どうぞー。どうぞー。おー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 、はい、あゆみちゃんでございます。あゆみと申します。よろしくお願いします。お願いします。これがそうです。遠慮で言わない。びっくりする。はい。ええ。すごい素敵。はい。ありがとうございます。すごいですね。紹介いただいたので、うん、すぐかけてみました。すげえ。違う。あゆみちゃん自体はどこで何をやられてるんですか。私自体は、うん、まあこの品川の体サロンリーラっていう、うん、まあ自宅兼スタジオっていう形なんですけど、うんうん、そこで柔軟のトレーニング、柔軟、まあ、そうですね、うん、まあパーソナルトレーニング、ああいいね、はい、うん、と太鼓式マッサージですね、うん、でプラス太鼓式マッサージのスクール、スクール、はい、もうここで、はい、ここ、あ、ここでもやってるし、やっぱり人数が多くなってくると、はい、違う場所をお借りして、うん、はい、実際そこで、うん、スクールを開講している形になっています。でね、この前の日本、まあ、日本大会っていうのは何大会っていうの、マッサージ大会で、うちの塾生と一緒にいて、先生先生とか言って、この方すごいんですよとか言って、ぜひ YouTube 出してくださいみたいな。そんなご縁で。そうなんですよ。ご縁なんですよ。ありがとうございます。ご縁なんですよね、こういうのがね。でね、ちょっとインスタの置かせてもらったら、うわぁ、ありえねえと思って。すごいね、もう何万人だから。すごい。1.3 万人とかでね。そう、この間 1.4 万人。すごい。早っ。すごい。まあ、登録したくなるわっていう。ありがとうございます。ちゅうか、ちゃんと券ついてる？なんか逆に行くので。あ、ついてます。開脚も、こう、ベタじゃなくて、ベタからこう行くから。はい。えって。あれだって筋肉伸びてその後腱が邪魔するじゃん、うんうん、骨肉ついてる、はい、腱も伸びないといかないじゃん。そうですね、だから腱も伸びてるでしょ、完全に。そうです、腱とか多分靭帯とかもちょっとずつ、うん、動かしてトレーニングしてる感じです。私受けさせてもらう。やりますか。大丈夫そう。いや多分ね、そこが大丈夫じゃなさそうなの、面白そうなの。ノー運動です。ノー運動ですよ。それで富士山行けるんですよ。今靴があってきたばっかりだから富士山。おお。じゃあちょっと気をつけて。いや思ったの、うん、で、うん、まあもちろんミキティの方が多分いずれはいいと思うので多分やってもらって、うんうんうん、でもちょっと俺もちょっと受けたいなってなって、ね、ちょっとね、うん、いい、まあ、もちろんで、うん、どういう感じがいいかな。どっちかっていうか見てるとものすごいアクロバティックなんで。ほら、腰痛がすごいから、はい、腰痛の体式受けるとかで、まあ、見せるっぽいやつ。まあ、うん、全然それは全然大丈夫。私はなんかその、ちょっと見せる系なんだよ。
ああ、いいですね。見せる系。見せる系で。こうやっていきなり膝枕とかするからね。俺、ミクルが見てたよ。大会見ててさ、あ、ゆみちゃんマジすげえと思って。あ、嬉しい。しかもね、怪獣がね、一目でこう行く、なんか、ボーンとかなっちゃう。あ、そう。シンキングボール。シンキングボール。ボーンって言ったら怪獣がどよめくなった。どこみたいな。あそこだみたいな。怪獣久しぶりに言われた。怪獣、びっくりするよね。ね、そうですよね、なんか、お寺でもあんのかって。さっきシューとかなんかずっと吹いてるし、なんかお茶吹いてる。本当に、本当に。違うの？お茶吹いそうですよね。うん、お茶、お茶。結構吹いてたよ、これ。いや、かなり吹きました。スタッフの白いは持ってるから。あ、持ってるんだ。持ってるんだ。いい音だよね。いい音。すごいやね。受けてる人は多分ボーンってなんだ。なんかね、整うんだよね。そうですね。で、実際に、あ、じゃあそれも良かったらさせていただきたいと思うんですけど、シンキングボールの中に温かいお湯を入れて、で、それは初めて聞いた。そうなんですよ。だから直接肌に当たった時にすごく温かいんですよね。温かくて、で、それが体の中の振動をこう、まああの。お茶を回してる時に振動でそのお水がパチャパチャ跳ねながら体の中もこう響いてくるので、あんまり間違ってるかな、全然間違ってないです。すいませんでした。また変なこと言っちゃったな。じゃあいろいろね、いやいや撮っていきますかね、じゃあ、はい、ね、ちょっとこのままじゃあちょっと編集しますか。そうですね、はい、ぜひです。はい、ちょっと頭ぶつけないよね。そうね。じゃあ、あの撮っていきますよ、はい、いきます、せーの、変身、おっしゃー、変身完了。似合ってんな、いいね、いいね、現地から来た人。アロハしたよ。あ、違う。韓国じゃん。なんて、なんていうの、あれ、わかんなくなっちゃった。ここしか出てこなくなっちゃった。小鳥みたいな人に来た。あ、コップンか。あ、コップンか。何か。あー、何か。何か。なんか違うか。違うか。違うか。めっちゃ美味しい味です。テンション上がります。上がるね。なんかこのままタイに行きたくなってきたわ。本当に本当に。タイデビューの、タイデビュー。ねえ、これ。そうなんですよ。なんか、うちは、のサロンはいっぱいタイパンツがあって、うん、みんなに、あの、着てもらって、施術するんです。あ、なるほど。他にも柄があったから。いっぱい。そう、選ぶのも楽しいかも。いいね、なんか、ね、このラインとかも。そうなんですけど、なんかタイは五感をすごく大事にしている、ね。五感、はいはいはい。まあ、あの、で、その中でもやっぱ視覚から取り入れる情報、ね、だからタイのお寺とかってめちゃくちゃ派手ですよね。色鮮やかじゃないですか。キンディカリだよね。そうなんですよ。それも視覚からの、まあ、癒しというか、こうラグジュアリーな感じを出すということなので、ちょっとこの色とりどりの視覚からちょっと世界に入ってきました。じゃあ施術ミキティからね、じゃあ、はい、行きましょう、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、じゃあレッツゴーゴー、じゃあめちゃめちゃだ、このままいっちゃうから、はい、お願いします。はい、はい、そうですね、映えるやつがいいですよね。映えるやつがいいね。だとしたら大会でやってるやつはいいけどね、あれ、うん、なんか大会でやった感じね、うん、入れながら、そうですね、うんうんうん、施術の流れで感じですか。いや、流れなくていいですよ、あのぶつ切りにするので、今回あの多分すごいいい動画になると思うので、あの30分例えば撮って10分ずつ出すとか、続けてやってもいいし、どっちでも、うん、どっちでも全然、うん、ちょっとぶつ切りな感じになってるかもしれない。ぶつ切りでいきましょう。映えるっていうやつを、はい、ずつやっていきたいと思います。はいはいはい、お願いいたします。じゃあどうぞ仰向けで仰向けっていただきたいと思います。はい、お願いします Sets me free again, and the feeling's
that I have to yearn. It's hard to tell the amount. Many times I want to tell you, but I'm not here. Every word you say, everything you did, keep it in my heart, keep it in my memory. Many nights I dream of you, 'cause I can't stop thinking of you. Your smile lights up my heart, and your song sets me free again. なんかいろんなとこが伸びてそうね。どんな角度か。私の手に入れてください。では息を吸って吐きながら自分のおへそを見てみてください。どういうこと？はい。うわあ、新しい世界が見えた。わあ、すごい。何ですか？大丈夫、大丈夫。もう気持ちいい。でも気持ちいいですよね。うわあ、すごい、すごい。もう結構気持ちいいですね。おお、これはすごいな。持ってるからね、ここ。そう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 、なんかでもあの不思議な安定感ってか安心感、うんうん、これがアートなわけですよ。アート、うん、アートスティック違うよね、なんか違う。アーティスト。あ、そうだ、そうだ、そうだ。そうだ、それだ。わ、これは最高。すごい、ま、なんか今まで受けたことない。うん、感じ。うん。すごい。気持ちいいですよね。すごい気持ちいい。滑らかにやってらっしゃるけど、うん、確かにこうね、一取り施術するだけでもご自身のトレーニングにも なんかすごい軽々やってない？そうですね。ね、でもいい運動にはなりそう。確かに。常に動いて。うん。おお。わあ。でも普段からやっぱり体を動かしてるっていうのはもしかしたら大きいかもしれないですね。うんうん、俺動かしてんだけど、なんやるかがなんねえかな。すごい、この技。回されてるとこじゃなくて、全部に何かが刺さって、それが潰されて、なんかすごい複雑な。すごい。表現、表現。全部に何か刺さって。あ、違う違う違う。なん、部位が分かんないんだもんね。あ、分かんない、分かんないよね。この体勢自体がどうなってんだみたいな。いい聞き具合。これザ、これぞ二人でやるヨガみたいなね、感じの。そうですね。でも不思議と、すごい変な話なんだけど、これ体式って間違えるとこう密着感がさ、いやらしくなっちゃったら嫌だなと思うんだけど、そういうのがなんかね、全くない。もうそれを超えてるよね、だからね。そう感じさせないっていうか、あの、超えちゃってる。ちゃんとこう体に集中できる、なんかこう、今、ここ伸びてんだみたいな。生半可な、浅い感じでもしかして来ちゃうと。そうだね。絶叫するかもしれませんね。
そうだね。こらーって言ってこらーって。こらーかわいい。こらーって。もう死ぬわけないですよ。ならないから大丈夫です。なる。なる。あ、なるか。普通なるか。うん。柔らかくなるか。十分長い。尺が足りない。尺が足りない。尺が足りないね。そうです。ほぼ170だと思います。いやいやいや。私何の役にも立ったことない。身長が155cmあるんですよ。うちの娘と一緒。うちの娘155。すごい結構コンプレックスで。小さくなりたかったですよ。ちっちゃいのがコンプレックスなの？ねえ、なんか、そうなんだ。でもなんか私からしたら何がコンプレックスになるんだろう。本当ですか？もう、大きくなりたかった、本当に。みんな言いますよね。人生で1回は160にみんななるって私本気で思った。自然と、ね、はい、自然と。行かないって知った時の中学生の、あの、悲しみ。絶望感。絶望感。いや、マジで半端なかった、ね。私はその反対の対局で、身長いつ止まんの？で、彼氏が、できて彼氏が163って言って、自分も163のつもりだったんだけど、これ目の位置違くなって。だ自分も165超えて。ああ、なるほど。そういう悩みもありますよね。はい、じゃあ息吸ってください。自分のおへそ見てみましょう。股関節がどこ行っちゃってんのこれ。気持ちいいですよね。あ、背中まで伸びた。いやでも体意識は気持ちいいですよ、やっぱり気持ちいいですよ。本当世界一の気持ち良いマッサージでね、本当ね。なんかでもちゃんと順序立てて伸ばされてる感じがする。ああ、なるほど。そう、なんかあっちもこっちもとかではなくて、この準備ができたからじゃあ次ここねみたいな。それが気持ちいいのかも。嬉しい。もう自分が次何の体勢になるか全く想像つかんない。何のこれ。何のね、大体ほら整体とか行くとさ、はい、あ次ね、はい、じゃあ、ね、次ねみたいな、確かに全くない。なるほど。そういうの考えてやるっていうのも一つあるな、じゃあな、だから無になれるね。確かに確かに。きたー、この足の伸び方真上向いてますからね。見せて見えないかもしれないけど。真上向いてっからね、片足。おお。これだってさ、体幹ない人じゃないとできないからね。見えてないから全然意味わかってないから。あとでしょ。あとでお楽しみに。これが。これがびっくりしたやつですね。本当ですか。だって膝枕ですよ。うん。でも。気持ちいいんですよ。もう首が生えそう。首が生えそう。首がさんくと。鬼滅の刃じゃないだから。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。